上野の森桜テラスは東京都台東区上野公園にある商業施設である。左側が旧上野小畜デパート2008年1951年上野恩賜公園の一角のとあり地を映画館として使用する許可が下り、小畜が進出することとなった。施工には大阪劇場や浅草国際劇場の実績がある矢島建設が当たり、 管理は大東工業が担当することになった。1953年に上野公園デパートが春光2階に上野小畜映画劇場が開業し、こけら落としとして君の名はが上映された。その後地下1階に上野映画劇場と上野名画座2階の上野小畜映画劇場の隣には上野セントラルが新設され、特に男は辛いよ。 シリーズのファンから人気を集める。出稼ぎ者が東北や北陸に帰省する際にオールナイト上映を見て始発列車を待っていた時代もあったが、東北上越新幹線の東京駅延伸やシネマコンプレックスの台頭に加え施設の老朽化のため映画館は2006年に閉館した。上野公園デパートは昭和30年代には上野小築デパートと呼ばれるようになり、 その頃に開店した上野囲碁センターは、一時期は定期乗車券を買って通うファンがいるほど賑わった。映画館閉館後も、囲碁センターや古書店、100円ショップなどが営業を続けていたが、2012年8月に完全閉館、同年9月より解体された。新たなビルは、矢島建設が事業主体となり、竹中工務店の設計。 施行により2013年1月に着工。2014年4月10日に竣工し、同4月26日にオープンした。開業後の管理運営は、三菱地所、プロパティマネジメントが担当する。地下1階、地上3階建てで、建物中央部は1階から地上3階までキャニオンを、コンセプトとした吹き抜けになっており、屋上は上野恩賜公園に直結している。 吹き抜け部の天井はガラス張りでエスカレーターを使って上野駅忍口から上野恩賜公園に通り抜けることができる。内装の壁面はコンクリート、床面は木材で仕上げられ、外観は武蔵野大地の地層を想起させる横ラインでまとめられている。飲食店19店舗が入居し、上野駅側の通りに面した店舗にはテラス席が設けられた。 北隣にあった上野東方ビルは2005年に上野バンブーガーデンに南側の西号会館は2012年に上ナンバーワン53に建て替えられており上野公園下の一帯の再開発としては最後発となるありがとうございます